テキサス州肥料工場爆発事故は2013年4月17日午後7時50分アメリカ合衆国テキサス州マクレナン群ウエストで発生した大規模爆発である。現場は軍庁所在地、ウェーコの北 30km、ダラス南方約 130km に位置する科学、肥料会社ウエストファーティライザーの工場。近くの集合住宅、学校、 高齢者施設などが炎上したり損壊したりし、多数の死傷者が出た。住民、約2800人の半数に退避勧告が出され、工場火災は18日未明も続いた。事故現場には30メートルにも及ぶ巨大なクレーターが形成され、市警察は工業事故であること以外を示す材料はないが、念のため事件として対応していると、会見で語った。 アメリカ地質調査所によると爆発によってマグニチュード2.1の地震が発生した。爆発音は数十キロメートル離れた場所でも聞こえたと言われる。トミー・ムスカ町長は CNN の取材に核爆発のようなキノコ雲が見えたと語った。テキサス州当局では4月19日には捜索活動をほぼ終了。14名の死亡を確認。 約200名が負傷したことを明らかにしている。工場を創業していたウエストファーティライザーは2012年の時点で270トンの硝酸アンモニウムを保管していた。工場には爆発防護壁を設けておらず、周辺の建物60から80棟が被害を受けている。最終的には死者15名、300名以上の負傷者を出す第惨次となった。 バトフは2016年5月11日、この事故の原因が放火もしくは故意によるものと断定し、犯人逮捕に直結する情報を提供した者に、最大で5万ドルの検証金を提供することを発表した。2016年1月に発表された、米国科学物質安全委員会の最終事故調査報告書によれば、貯蔵されていた270トンの硝酸アンモニウムのうち、 実際に爆発したのは約30トンであり、TNT 爆薬に対する相対爆発力は42%で、あることから爆発力は TNT 換算で12.5トンであったとしている。228キロメートル南東の北リーで観測された爆発による地震波。ありがとうございます。